台湾初の自国建造潜水艦一番艦の海軍がついに動き出したとの情報をキャッチしました。今回は、そんな台湾初の自国建造潜水艦、海軍の性能を詳しく見ていきます。なんだか、X 火事は、日本の潜水艦に似ているように感じますし、親しみが持てますね。台湾海軍は、動かせるのかも気になるところです。アメリカ海軍が全面バックアップしています。あとは P3C が必要だよね。古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で初となる国産潜水艦海軍海鯤型一番艦が9月28日、台湾南部高雄の造船所で進水式を迎えました。この建造計画は、蔡英文総統が熱心に進めたものでした。進水式での祭祀は念願叶ったということか、感無量だったようです。海軍潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われます。中国は、台湾の潜水艦に身の程知らずと非難しました。しかし、逆に言えば、中国にとってかなりの深刻事態なので、過敏に反応したのではないかとも見られているのです。通常動力型潜水艦の海軍は、その名にふさわしく、通常型としては大きい艦隊です。と言っても、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりは、ちょっと小さいようですね。特徴としては、タイゲイ型と同様、高性能リチウムイオン電池採用により、2週間ほどの連続潜航可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、さらに、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることでしょう。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても、再指令によって、何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルとみなしても誇張ではないほどのスペックではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高スペックではないかと考える防衛軍事関係者も少なくないとか。台湾は潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウはありません。ではどうやって作ったのでしょう。アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道がありました。つまり民主主義勢力連合というわけです。噂では、日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などに鑑みて、軍事的協力は断ったらしいが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあると囁かれています。作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在なので、潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないでしょう。世界の多くの国は中国との国交を選んだため、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交しています。日本もそうです。なので、台湾へ武器を輸出することは一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発、巨大市場を武器に貿易制限中止の報復に出るのがいつものやり口になっているのです。実例として、オランダ潜水艦を売却と、フランス1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けています。例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して、台湾に武器輸出を続けています。正面から対決はしないけれど、全面的に認めるというわけではないという、アメリカの上手な方針でしょうね。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じですよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって最大の衝撃だったでしょう。台湾が輸入使用したら、輸出しそうな国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたでしょうが、自前となれば脅しも効きません。台湾は、
好きな時に好きなだけ潜水艦を作り配備できることになったのです。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。自国で潜水艦を建造した台湾には、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発という気の早い話題も飛び出しています。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から狙える距離の長さです。中国が機上陸作戦に出るとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などが当然で、敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石です。このため、台湾は反撃能力の確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産を開始しました。また、射程 1200km の改良型も開発中ということです。中国本土でのターゲットは、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられます。また、ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備して、相手を攻撃する狙いがあると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行をしますから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離と言えましょう。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルで、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載し、反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもいます。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、さらに、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積めば、黄海まで進出して首都北京を再伺うことも不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が、中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたとなったら、共産党指導部の権威は失墜間違いありません。ある人が想定した台湾有事が起きた場合のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して、台湾潜水艦は攻撃してくるだろう。以前は、台湾有事になっても、全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、台湾には、老朽潜水艦が、4隻だけで、全く勝負にならないと考えられていた。しかし、もはや状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が、自衛権に基づく反撃として、複数の海軍級で出撃すれば、中国海軍は、対潜戦能力では劣るから、行動を制限されてしまう。太平洋側への展開は愚か、艦艇は、軍港から出ることすらできなくなるかもしれない。そして、万が一にも、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に、権力の座から引きずり下ろされる公算が高く、侵攻作戦も中止せざるを得ないと思われる。台湾有事になれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、水面下で、密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的。となれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追潜哨戒機に次々に発見されて、撃沈される可能性が高い。潜水艦とは火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても、西側が撃沈したとは中国が公言できっこない。自軍の弱さをアピールするようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまうわけだ。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めて締め上げるというシナリオは瓦解してしまうだろう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、
2027年までに5隻以上を量産して中国の脅威に備える予定らしいなどという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと聞きますし、情報戦でも駆け引きなどが激しくなっているようです。一つ言えることは、中国集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものですよね。昨今話題となった護衛艦いずものフェイク動画が疑問視されつつ、着実に F-35B 戦闘機艦載改修工事は進められている。そこで、今回は、いずもや加賀の誕生となるきっかけを作ったヒューガ、護衛艦と大隅輸送艦について詳しく見ていきましょう。加賀に乗っけて聞こうかな。F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずも、日本が待ちに待った空母化。常時艦載ではないのですが、F-35B 戦闘機は新天原基地に配備。今年はいつもと違う年になるね。待望の F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦いずもは、日本が待ちに待った空母化の実現であり、常時艦載ではないけども、F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原基地に配備され、ロシアの情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われている。島国日本にとって、四方に広がる領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は、時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めなければならなくて、今、まさに、新たな環境、分野への進出も、政治と連動して進化されつついる。このような環境下で、近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気、知名度、規模のいずれからも、最も大きな注目を集めているのが、ヘリコプター搭載仕様いずも、片護衛艦のいずもと加賀の2隻である。いずも、片護衛艦は、海自の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ、略称で DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識され始めている。いずも型の初舷は、基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水 7.3m ということから、名実ともに、海自最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種ヘリを搭載可能とし、これから出てくる他の艦艇との比較を参考にしてもらいたい。この、いずも、型は、冷戦時代に、最大の仮想敵国としていた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを、最大の目的として生み出された。1991年の旧ソ連が崩壊した後に、継承国家となったロシアに対して、この方向性は一時的に持続されていたが、2000年前後には、急速な経済発展を背景に、身勝手な海洋進出を進める中国海軍の方が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったのは、皆さんもご存知の通りである。こうした経緯から、日本の中国に対する防衛最前線は、尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国の海軍艦艇や海峡曲線の接近を阻止する方策の確立が、最大の関心事になっている。中国海軍がによる接近阻止を日本が本気で実行するには航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるのだが、現状の空自の航空機が使用できる陸上滑走路は沖縄本島くらいであり、
それを補助できる島を防衛省は探し求めていた。中国との有事が起こった際には、在日米軍基地が集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊しに来る可能性が一番高く、そうした事態に即応するためにも、陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけである。そして、米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型がその候補機となり、それは短距離離陸、垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという流れになった。それを理由に、出雲型に対して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の閣議も決定され、太平洋戦争終了後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなった。もともと、出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されているわけだが、これ以前にも、海自には、同様の形式の艦艇が、実はすでに存在していた。それこそが、1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦のことであり、出雲型護衛艦に先駆けて、回転翼機を、全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇でもある。この大隅型輸送艦は、海自の艦種を示す記号では、LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では、LPD ドック型輸送揚陸艦と称されるのが一般的であり、艦尾にあるウェルドックから、2隻の大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇を運用することも可能とした輸送艦である。ただし、大隅型輸送艦は、基準排水量8900トン。満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比べても小型な艦艇である。この艦が全通式の飛行甲板を有しているにもかかわらず、なぜヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていないかというと、ヘリコプターを常時搭載していないからであり、したがって、エレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用できない仕様になっている。その他にもヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それを理由にヘリの整備能力も付与されておらず、艦内への収容はあくまでも応急的な運用に止まり、基本的には飛行甲板への青空駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられる。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担当する艦としては、大型の L 脚1級エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊にある九州の防衛の用となる水陸機動団等の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではない。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ、航空機の運用能力に主眼を置いた観点からすれば、その前身となったのは、2009年から2隻就役している日向型護衛艦の方が最初である。この日向型護衛艦の初舷は、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持っている。日向型護衛艦は、回転翼機が最大で4機搭載できることになっていて、全通式の飛行甲板には、4箇所の発着陸用のスポットを備え、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施可能だ。ここで、日向型と出雲型の相違点の一つとして挙げられるのが並走であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた護衛艦であるため、20mm バルカン砲シウス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載しているだけだが、
前者のヒューガ型は、同じく 20mm バルカン砲のシウス2機搭載し、324mm の三連装のマーク32魚雷発射管2機と、マーク 41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セルに、16発の艦対空ミサイルと12セルにアスロック対戦ミサイルを収容している。つまり、出雲型は、必要最低限の時間防空能力のみを与えられ、対専用の兵装等は、護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比較すると、ヒューガ型は、単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものというのも納得がいく。いつ有事が起きてもおかしくない世界情勢になったからこそ、出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることが了承されたが、ヒューガ型の建造に際しては、日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではありません。それがゆえに、大隅型輸送艦で、全通式の飛行甲板を導入していたが、ヒューガ型の建造に際しては、政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提示されており、1つ目の案は、すでに存在していた春名型、白根型と同様に、艦の後部のみに、大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に設置された艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板を持つものだった。日本は広い領海を持つ国で、防衛の観点からも他の国とは違う状況に置かれています。潜水艦隊を22隻体制へ、ようやく体制を整えた海上自衛隊に、さらなる最新鋭潜水艦が続々と就役しています。今回は、そんな潜水艦の知られざる性能を詳しく見ていきますね。ステルス性に優れた潜水艦ボディ設計は画期的とも言われていますし、やはり、リチウムイオン電池搭載で、機動力3倍とも4倍とも言われて、海上自衛隊でも探すことが不可能なくらい見つけることが不可能。中国に、ロシアが、日本に手を出すなと忠告したとかしないとか。国土の周囲を、広い領海と排他的経済水域に囲まれた日本において、防衛力という観点から非常に重要な位置を占めるのが陸海空の3自衛隊の中でも海上自衛隊であることは、その地理的な要因からも異論はないだろう。そんな海上自衛隊の装備品の数量は、かつては防衛計画の大綱と呼ばれ、2022年末からは国家防衛戦略と名称が変更された文書によって規定されており、5年という中期単位でそれに基づいた整備が実施されている。2024年現在の海上自衛隊のそうした装備品の数量は、2019年度に設定された最後の防衛計画の大綱から大きな変更はなく、護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という設定がなされている。日本を取り巻く安全保障環境は、海を挟んで、ロシア、北朝鮮、中国といった国々と対峙する状況が長らく続いているが、ことに、近年は、中国の海洋進出が目覚ましく、最大の仮想敵国となっていることも周知の事実であろう。近年の中国は、南シナ海の大半を、自国の領海と一方的に主張し、人工島に軍事施設等を建設して、周辺国との圧力を強め、また、東シナ海においても、台湾を、自国の一部と見さし、
日本の尖閣諸島周辺にも進出を強めている。そうした状況下で、日本の海上自衛隊は、先に挙げた護衛艦が54隻、潜水艦が22隻、哨戒艦が12隻、作戦用航空機が約190機という主要な装備品を持って、中国の脅威に対峙しているが、その中でも中核をなすのは、やはり潜水艦隊だろう。今や、戦闘機の分野では、航空自衛隊も調達を進めているロッキード・マーチン社製のいわゆる第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2が、そのステルス性能の高さから、西側のアメリカの同盟国や、友好国の標準的な装備となりつつある状況だ。この F-35 ライトニング核をなすのは、やはり潜水艦隊だろう。今や、戦闘機の分野では、航空基本的に異なり、敵の防空網に察知される可能性を著しく低め、一方的に、敵に対して攻撃を行うことが期待させている点が大きい。潜水艦は、すでに第一次世界大戦時に投入され、一世紀以上の歴史を誇る装備品ではあるが、海中に潜むというその特性は、現代でも究極のステルス兵器といえる存在で、敵艦隊の動きを大きく制限する役割を担っている。日本の海上自衛隊では、この潜水艦隊を22隻体制とすること国家防衛戦略に基づいて進めていることは前述した通りだが、実際に、この体制を構築できたのは、2年前の2022年3月が初めてであり、最新鋭の太平型の一番艦で、ネームシップの太平の収益によるものだった。そこでは、最も古い前々級の親潮型を9隻、前級の総竜型を12隻、最新鋭の太平型を1隻によって、22隻の潜水艦隊を構築するに至ったが、同体制が、2011年度の防衛計画の大綱で打ち出されて、実に11年の歳月を経た後であった。そして、近年の海上自衛隊では、毎年1隻の潜水艦を就役させるサイクルを維持しているため、今年2024年3月には、最新鋭の太平型の4番艦である、ジンゲイも就役を果たし、親潮型7隻、総竜型12隻、太平型3隻で22隻体制を堅持している。現時点では、最も旧式な前々級の親潮型が、最新鋭の太平型の増加に伴い、22隻枠の実戦配備を外れるというのが、このところ繰り返されている状況ではあるが、今年2024年は、若干、この動きに、イレギュラーな要素が反映されている。本来であれば、太平型4番艦の陣営の収益をもって、親潮型6隻、総竜型12隻、太平型4隻となるのが妥当なはずだが、今回は、太平型の1番艦で、ネームシップの太平が外れ、親潮型が7隻残された状態となった。これは、従来までの海上自衛隊では、実戦配備中の潜水艦が持ち回りで行っていた試験潜水艦という役割を、太平が専属で従事することとなったためで、22隻体制を維持しつつ、先の新型潜水艦の開発にも注力しようという考えの表れなのだろう。何にせよ、潜水艦22隻体制を堅持し得る体制強化が図れているからこそ、今回のような体制を敷いたと考えられ、従来までと比較すれば、ある意味少し贅沢な環境で、潜水艦隊の維持と、今後に向けての開発体制が整えられたと見るべきではなかろうか。そんな状況の海上自衛隊の潜水艦隊であるが、最新鋭の太平型は、基準排水量が3000トン、満載排水量が推定4300トン以上、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルとなっており、通常動力型潜水艦としては、世界でも最大規模の大きさと言ってよい。太平型は、この船体に、ディーゼル機関2機と発電機、それに、リチウムイオン蓄電池を搭載する形式のディーゼルエレクトリック方式の機関部を持ち、水中の最大速力は20ノットほどと推定されており、親潮型や総竜型に比して、大きく速度が増したわけではない。だが、この機関構成を、開始した総竜型の最終の11番艦、12番艦と比べれば、当初より、リチウムイオン蓄電池の搭載を前提に設計されていることもあり、
連続潜航可能時間は伸び、それに従って、作戦行動範囲も大きく広がったとめされている。そう、流型の最終の11番艦、12番艦が就役した当時は、通常動力型潜水艦としては、リチウムイオン蓄電池を搭載する量産型の潜水艦としては、世界初であるとして注目を集めたが、世界的な通常動力型潜水艦の機関のトレンドは非対機依存推進にあったようにも思えた。それから時間が経過し、そう、流型の最終2隻や太平型のようにリチウムイオン蓄電池を採用することで、非対機依存推進を非搭載とする構成も、韓国をはじめ世界的にも認められ普及しつつあるようにも感じられる。ことに、自国では、潜水艦の建造地すべを有していない多くの小国において、通常動力型潜水艦に非対機依存推進を求める声は多かったように思えたが、ここ数年で、その傾向は薄まり、リチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載することの信頼性は確立された感もある。さて、そんな通常動力型潜水艦の新しいトレンドを世界に先駆けて示したとも言えそうな、そう、流型の最終の2隻や、太平型であるが、後者は、こうしたリチウムイオン蓄電池を搭載する機関構成以外にも、大きな変更点を抱えている。その一つが、潜望鏡の変化であり、毎球である。そう、流型までは、潜水艦の登場時から使用されてきた光学形式のものと、電子式のものを各一本ずつ装備していたのだが、太平型からは、これが後者のみに一元化されている。光学式の潜望鏡は、潜水艦内の指揮所から上部に向かって、セイルの中を伝って船外に伸ばす方式であり、従って、かつての戦争映画等でも、おなじみのシーン、つまり、大きな筒状のそれを海面に出し、指揮官が覗き込むことで、水上の敵を視認する仕組みである。これは、構造的、物理的に、潜水艦の艦内から、セイルを通して、一本の大きな筒が置かれているために、貫通式と呼称されているが、電子式の潜望鏡は、こうした作りではないために、非貫通式と呼称されており、大きく使用感が異なっている。電子式の潜望鏡は、先端に取り付けられたデジタルカメラで得られた画像を、配線を通して、モニター画面に表示する仕組みであるため、従来の光学式で、貫通式の潜望鏡に比べ、当然、艦内のスペースや設計に制約が少なくなる。こうした特性は、今や、軍事分野でも多数採用されており、陸上の戦闘車両等でも、従来まで、破目視で、車内から、敵の視認を行っていたが、これを電子式に変更するで、ことの陸務員は、モニターでそれを行い、車両自体の防弾性能の向上にも寄与している。潜水艦でも効率のみを考えれば、圧倒的に、電子式の非貫通式のものが有効に思えるかもしれないが、そう、流型までは、光学式で、貫通式の潜望鏡と併用が行われており、潜水艦の最重要な構成要素ゆえに、信頼性の担保にも比重が置かれていたと言える。これが、太平型では、電子式の非貫通式のもの2つに完全に置き換えられたということは、そう、流型までの運用実績を踏まえて満を持して変更に踏み切ったものと思われ、今後は後戻りする可能性はないだろう。